それでは最初のコーナーに参りましょう。まずお買い物GOGOです。藤崎マーケットの田崎さんと県内の観光地などを巡りまして、そこでお買い物をして地元の方の声を届けていくというコーナーなんですけれども、うん、秋菜のお二人がもうプライベートでも仲がよろしいということなんですね。もう長い付き合いですし、ほんでもう実際ね、本当にもう今パパになって子供もいてて、でも結婚して子供もできる前からもうデビュー当時からなんかオーラ的にパパってみんなから呼ばれてました、ね、もうすでにそれぐらいのパパの存在感、もう信頼の田崎ですから、あ、すごい、何かわからないことがあれば田崎に聞けば全部絶対答えが返ってくるんですよ。嬉しい。病院とか飲食店とか何でも。すごいですね、検索する前にも田崎さんです。いつかに一人田崎が欲しいですというね、もうお二人との仲の良さも VTR に込められていますので、ぜひ一緒にご覧ください。どうぞ。お買い物ガゴー、やったですね、はい、年末特番スペシャルということで、ありがとうございます、県に来ておりますが、はい、でスタジオにはスペシャルゲストに秋菜さんがいらっしゃるということなので、はい、秋菜さんね、もう講師ともに仲がよろしいんですね。いや、もう本当に秋山さんはあの一個先輩で、山名君は同期でね、もう若手の頃からずっと一緒です。もうこんなオープニングで言うことじゃないんですけど、あの秋山さんのおばあちゃんは焼肉のタレ全般のことをエバラって呼んでます。言うことちゃうわ。エバラ買ってきて言うてるけど、ずっと言うてる。どのタレでも本当なんです。このね、特番のタイトルが笑顔の4時間おっさんたスペシャルということで、視聴者の皆さん、それから地域の皆さんに笑顔になっていただくべく、はい、クリスマスプレゼントをお買い物しようと。いつもであれば1人5000円ですが、今回はすごい、いつも5000円のに、はい、リアルで見せます。いや、大金やこんな感じじゃないよ。なかなかね、でもほんまに景色もね、はい、逃げた田崎さん。お買い物ゴーゴースペシャル始まるよ。田崎さん大丈夫かな、戻ってくるかな、戻ってくるかな。携帯落ちた。すぐバチが当たった。やばいやばい。線入った。やばいやばい。ここなんかキシーンってなって、ほら。これ最悪や。本当。これでちょっと悪いことするからや。買いに。使ったらあかん。それではロケスタートしていきまーす。お買い物。今回は新温泉町でお買い物。吉永小百合さん主演のドラマ夢千代日記の舞台になった湯村温泉は、この時期イルミネーションがあったりと、街はクリスマスムード一色です。湯村温泉の楽しみ方の一つが温泉街グルメの食べ歩き。贅沢な田島牛串や女性や子供に大人気のクレープなど種類は豊富。中でも根強い人気のグルメが荒湯で湯がく温泉卵です。いいなこれ。うわいい感じやな。温泉街来たという感じがしますね。あ、見て、あ、今実際にやってらっしゃる。ちょっと聞いてみます。聞きましょうか。こんにちは。今日はどちらから来られたんですか。もう岡山県の県北なんです。あ、岡山の、はいはい、すごい大量。すごい、何個やったの、お二人で。孫がね、一番喜ぶの。何をお土産に買って帰ってもね、これが一番多い。硫黄の匂いとかもね、いいですよね。温泉卵以外にも、お父さんが収穫したんですか。ここ色は違うな。これやっぱりお湯でするのと温泉でするのとやったら違いますか。いや、家やったら面倒くさいですよ。ああ、僕は早いから。そうそうそう。そっか、この量を。家やったら時間にせんきんな。段差がある。はい。家やったら面倒くさい。でもわざわざ外に出てね。これ食べていいんですか。どうぞどうぞ。いただきましょう。いただきましょうか。じゃあ、待ってください。私、香川県の方から来たんです。そうなんですか。香川県。あ、え、ちょっと待ってください。ボンフじゃないんですか。じゃないんですか。違う。違う。いや、なんか知らんよ。今、テレビに見したりなはれって言ってましたよ。ご主人はどう思ってた。お芋の、そのお味は。いい色やな。
まっ。おいしい。やっぱ温泉で美味しいですね。ありがとう。ありがとうございます。美味しい。はい。でも気をつけて帰ってますよね。ありがとうございました。一緒に帰ってるやん。ほんまに夫婦じゃないの。温泉卵体験もしていきましょう。お土産センターでお買い物。あ、湯がき時間も書いてくれてる。はい、12分で片茹でぐらいになります。で、10分ぐらいですとちょっと柔らかめに食べてもらえるので。いいですね。はい、じゃあ立ち込んで、はい、すいません。ありがとうございます。ということで、温泉卵で必要な生卵やタオルを購入して温泉卵を作っていきます。足湯に浸かりながら いただきます。柔らかめか。うん、ほんのりこの温泉なの硫黄の香りがね、鼻から抜ける感じで、あ、これ美味しいわ。美味しい。いや、なんかこんないい景色でこんな美味しいもん食べたら、はい、山名くんの昔書いてたブログだけで発表してたポエムのことを思い出すな。もうえってもうえって関係ないや。今応答願います。幸せですか。僕は幸せです。これ思い出すな。思い出さんやろ。いいな。思い出す。不意にね、思い出しましたから今言ったんですよね。応答願います。幸せですかですよ。なんやねんこいつ。続いては新温泉町浜坂へ。実は田崎さん、ゆかりの地でもあるんです。お母さん。あ、ということで移動してきましたけども。来ましたね。ずっとここ来てました。昔来てましたか。もうお土産買うの絶対ここ。いや、もうここでもう買ったら間違いないから。田崎さんも何度か来られたことのあるこちらで視聴者プレゼントをお買い物。浜坂港から水揚げされた海の幸の中から、今回はすごい。おお、一箱。うわ、全部浜坂さんですよ。すごい。やっぱりこの時期は松葉ガニ。カニのプロにおすすめを教えてもらいます。いいカニの見極めるポイントみたいなのってあるんですか。一番簡単なのはやっぱりあの持った時のずっしり感。もうこれがもう全然違います。あとあのカニの種類もランクがいろいろあって、はい、まあ、80種ぐらい。要はそのカニに傷が入ってたりとか、うん、皮が柔らかかったりとか、はい、そういう感じでいろんなランクがありますんで。やっぱね、どうしても1万円を超えるのが当たり前ですか。あ、そうです、ね、やっぱりしっかりしたものうちはもう1万円超えちゃいますんでね。はい、うん、ちょっと待ってください。はい、いいですよ。1万くらいはいける？1万5000円くらいはいける。我慢せえよ。ガチや。自分らの我慢せえよ。1万5000円くらいかな。自分らのはもう自分らで出しいや。神お一人、お一人やったらすごいよ。あ、ちょうどいいのありますね。あれ言っとく？ねえ、出し巻きもある。そうですよね。ちゃうちゃう、無理無理無理。ちょっと無理よ、出し巻きかへん。これでありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。視聴者プレゼントは1万8000円相当の松葉ガニに決定。ロケの締めくくりは2階のレストランでカニ料理を。すごい。すごい。すごい午前が。カニをふんだんに使ったフルコースに兵庫の地酒霞鶴を合わせていただきます。ありがとうございます。迎えることができてありがとうございます。こちらこそまた来年もお願いします。よろしくお願いします。すいません。乾杯。買い物ゴーゴーの忘年会ラやかましいわ。おいしさから思わず。まず最初のカニ料理はカニのお刺身から。刺身を、はい、召し上がってください。見てください。ちょっと待って。ババーン。このままでもいいんですか。もうこのままでもいいです。醤油ちょっと落とされてもいいですし。いいですか。ごめんなさいね。行きましょう。
な。いいなこれ。うわ。優勝です。何と競ってるか。今年一番の優勝の力の入り方だった気がしますね。とろけた甘さが口の中いっぱいに。幸せですねこれ。これちょっとごめんなさい、どうぞ。すごい飲むんです。あそうですか。カニがむちゃくちゃ喜んでると思いますよ。そんな褒めてもらったら私も嬉しい。続いてカニの天ぷらを。衣とかが余分についてたくて、本当にカニの美味しさを引き立てる。めっちゃいいやん。さすがでございます。ありがとうございます。そしてもうカニももちもちになる。カニ好きも美味しい、はい、そのお味は。美味しい。ありがとうございます。甘さが引き立つ上にあのお鍋に入れて身がよりふっくらしますね。目玉落ちそうになってる。明けおめ。まだ、ね、年末まだこれからなんですよ。もう迎えました。また締めの雑炊や焼きガニも絶品です。やっぱり冬場はね、一番カニっていうのは楽しみにされてますんでね、はい、だからやっぱり手頃な値段で召し上がっていただけるように一生懸命努力しております。いやほんまになんかこう昔家族で一泊でこうカニを食べにね泊まりに来てたこと思い出しますね、子供時代。あそういえば山名君のポエムで子供っていう題名のやつありましたわ。よう覚えてますね、はい、子供。子供あった。僕は子供が好きだ。好きか嫌いで言ったら大好きだ。これです。じゃやってない。これはやってないやろそんな。子供っていう声。どっち。書いたことないよ。10行ぐらい続きますけど。はい、あの秋田の山名。はい、そんな書いてないよ。嘘ついてるよ。もう最高ですね。最高。最高ちゃうでしょ。あもう来てほしいです。山名さん。じゃあ嘘ついてんね。待ってますよ。来るけど。どっちもありますからね。嘘ついてるからなった先、うん、あまたポエムやってくださいね。やるかも知らんけどそれは。やってないもん。どっち。子供のポエムなんかやってないよ。でも田崎ちゃんが嘘ついてる感じでもなかったで。なかった。覚えてましたもん。あんな顔で言われたら怖すぎるって。あれここでもしかして我々はあの間違いをお伝えしている可能性が。怖いんですよ。こんなポエム書いてない。多分ロケ中の今の子一回もまばたきしてないでしょ。目力は確かにすごいんですけれども、ただやっぱアキナのお二人との仲の良さすごいもロケ中も伝わってきました。で振り返りますと、はい、お買い物あの総額の、ね、予算は3万円だったんですけれども、いろいろ買わせていただいてちょこっとあの残ったんですよね。なんで使い切ってないね。ちょこっと残って半分は自分らしな。楽しませていただきました。ただねその残ったお金がもったいないということで、田崎さんから山名さんへプレゼントをお預かりしています。でちょっとねソーシャルディスタンスの関係があるのでお届けに参りたいんですが、こちらのスケッチブックとペンを田崎さんがお土産に購入いたしました。これをちょっとね山名さんの元にお届けします。ちょっと離れながら。同期の愛って凄まじいな。なんでこれいいやつ。これね、それとともに伝言をお預かりしていますので紹介させていただきます。田崎さんからの伝言です。ブログ森の交差点が更新されなくなり寂しいです。多分ブログのサービスが終了したからなのかな。ブログの一ファンとして今の気持ち、 VTR を見た感想をスケッチブックにしたためていただきたいですとお預かりしましたので。いやいやって。いやだから森の交差点のファンやったんや。なんやねんこれ。ファンっていうのを強調されてましたので、ね、だからもう一回見たいのよ、うん、ぜひね福本さん井川さんもね生でその声を聞きたいのでしたためていただいていいですか。じゃあもういや今ぜひお願いしたいんですけれども、秋山さんもそのポエムはご存知でした。ブログ僕が出会った時にはなんかそれを恥ずかしそうになんか隠そうとしてましたね。あらあら、はい、僕もだからちゃんとは見れてないんですよね、はい、だから今日楽しみです、今横で見れるのが。すごい大変な無茶ぶりをしているんですけれども、
なのでもう多分ね、長らくそのポエム書かれてない。書いてませんよ。田崎ちゃん見てくれてると思うよ。田崎さんがもう大変も期待してテレビの前で大興奮してると思うで、思いますので、あの森の交差点が帰ってくるのかと楽しみやってなってるよ。多分この環境の中で書くことのプレッシャーと、ね、この時間内に書けるのかなっていう大変な無茶ぶり。こんなん出てこないじゃないですか。応答願います、幸せですか、僕は幸せです。これが森の交差点です。それが見られるのがこのポエムの。僕は子供が好きだ。今の気持ちを書いていただきました。今の気持ちを、はいはい、では、はい、披露していただきます、はい。あの田崎くんね、仕事場に来るときにサングラスかけてきたりするんですよ、はい。でめっちゃかっこいいやんって言ってるんですけど、本音言いますね、全然似合ってないから。秋山さんどうでしょう、このポエムとして。田崎ちゃんは今テレビの前で膝から崩れ落ちてると思います。全然似合って、このスケッチブック、はい、ありがとうございます、はい、もう大切にね、これからもバレてないだけで芸能界一顔でかいと思うんですよ。やめてあげて。トミーズのマサさんよりでかい、ね、逆にメッセージ頂戴しました。今後もスケッチブック使っていただきたいと思います。ということで、ここまでお買い物ゴーゴースペシャルでした。この後はスター食材図鑑クリスマスバージョンをお届けします。